初スパチャです。王子が復活してよかったです。王子はアンチも必要役と言っていましたが、復活してからもあら探しがしている人が多いと思いました。アンチに対しては今も以前と同じ考えですか？まあ、アンチは必要悪ですけど、あんまりにもしつこい人はちょっと良くないなと思ってますね。アンチも種類があるんですけど、アンチでもちょっと軽いアンチ、ちょっと意見を言うような人たちは別に言論の自由だと思うんですけど、中にはしつこく粘着する人、いわゆるこうネットストーカー、ネットストみたいなアンチもいるんで、そういう人たちに対しては今、毅然とした対応してます。はい、だからもう開示請求バンバンかけてるし、多分もうちょっと結果わかるんじゃないかな、1回目のやつが。そしたら、法的手段取っていこうと思うし、いろんなことをきちんとやっていこうと思ってます。はい。だから、アンチに対しては、ものによりますね。1回でいいじゃん、2回でとか、2回、3回とかいうの。毎日粘着するのはちょっと僕違うと思うんで、はい。それだけ恨みがあるんだったらいいですけどね。でも、きちんと法的措置をね、粛々とね、やるしかないんじゃないですか。はい。僕はそう思います。簡単に開示請求できるんですか？いや、超簡単にできますよ。これ、開示請求通りそうだなってやつを弁護士が選んで開示請求を送ってます。で、大体、まずはツイッターだったらツイッターに行って、そこからプロバイダーに行くんで、ちょっと時間かかるんですよ。誰でもできます。